どうも、ドンズルです。はい、ということで本日もこちら雑談動画のお時間がやってまいりました。この雑談動画では私ドンズルが普段思っていることだったり考えていることを、まあ、自由に話していく、動画でございます。ゲーム実況チャンネルで、雑談動画上げるな、サブチャンで上げろという声をいただくんですが、一旦このメインチャンネル、この今上げているチャンネルで続けていこうかなと思っています。昔はね、こうゲームと雑談を分けた方がいいかなと思ってたんだけど、なんか分ける必要なくて、全ての動画の集合体がドズルなんじゃないかなって最近考えているのでこう全部含めて、実況も含めて、その雑談も含めて、全部含めてドズルチャンネルなんじゃないかなと思っているので、まあ、雑談動画もこちらのチャンネルで上げていきますと、いうことでよろしくお願いいたします。で今日のテーマなんですが、100点を狙うなと、いうね、なんかかっこいいしうさんくさいテーマで話していきますでこのね、100点を狙うなは結構私日頃から言ってて、YouTube で学んだんですよね。 YouTube を始めたての時って、やっぱ人様にさ、自分のゲーム実況を見てもらうってなかなかやっぱないじゃないですか。まあ、そもそも何万人という人に自分が話してることを聞いてもらうっていう機会、それまでなかったんで、せいぜい100人の前とかですよね。100人、200人の前で喋っても緊張するぐらいだったのに、1万人、2万人の人にこう話を聞いてもらうものだから、すごくやっぱこう頑張って作りたい、100点の動画を作りたいって思って、動画を撮ってたんですね。で、100点の動画を作りたいってなると、今僕が持てる全てのパワーを使って、例えば、ゲームだったらめちゃめちゃうまいリプレイじゃないとダメだとか、喋りもねちょっと噛んじゃったらもうダメだ、もう一回撮り直しとか、なんかこう自分の中でもっと良くないとダメだ、もっといいものができるはずだって自分ルールをたくさん作っちゃって、なかなかね動画が撮れなかったり、こうなんて言うんだろうな、そこでこうつまずいちゃって、なんか1日の動画の投稿本数が1日に1本とか2日に1本とかなっちゃってたんですよね。でそこで私は考え方を変えたんですよ。でなんかの本でね読んだんですけど、その今日の100点を狙うよりも今日は60点でいいと、その代わりちゃんと継続していくことによって気づいたらね、今日の60点が1年後、あ違う、今日の60点っていうか毎日の60点が今日の100点を超える日が来るはずだと。継続は力なりってことですよね。何が言いたいかっていうと、とにかくやっぱり毎日毎日100点を目指してても辛いと思うんですよね。勉強も部活も仕事も、YouTube もそうだと思う。毎日100点をこう今ある最大の力を出そうと思って100点をこう狙ってずっとものを作っていると、だんだん自分の中で自分にハードルをどんどん高くしてしまって、でどっかでくじけてしまう。だから自分の中でのハードルを60点にしてもいいから、とにかくたくさんこなす、私の場合は、動画をとにかくたくさん出す。そうすることによって、例えば動画を撮る作業だったり、まあ、しゃべる、トークスキルだったり、あとは何だろうな、こう編集のスキルだったりサムネイルのスキルだったり、とにかく60点の数をこなすことで1年前の、自分の100点はね優に超えてると思うんですよ。しかも楽に、やっぱ100点を取ろうと思うとすごい辛いんですよね。なんかこう自分でどんどんダメ出しというか、いやこれがダメだこれがダメだってなって、もうドツボにはまっちゃうんで、もう60点ぐらいでいいや、フフフンぐらいの、まあ、気の楽なね、気楽に、やりながら、まあ、楽しむ、これがね、何事にも大事なんじゃないかなと思います。もちろんね、100点を狙いに行かないといけない時あるよもちろんね、人生において。ただ、日頃のルーチンとか、自分の中でこうなんかねやってる、続けていること、その中で本当に100点を狙わないといけないのかどうか、これはね今一度こう考えてみてはいかがでしょうか。気づいたらその60点の数をこなすことによって、もしかしたら今のあなたの100点よりも、1週間後、1ヶ月後、1年後のあなたの60点の方が上回ってるかもしれないんでね、そこ今一度、こう気づけるチャンスになれば幸いでございます。ということで、まあ、偉そうに語ったんですがこの雑談動画はね、基本私は、私が考えてることを自由に話すチャンネルなんで、まあ、チャンネルっていうか動画なんで、まあ、偉そうにしていると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。また皆さんのね、話してほしいテーマとかも募集しております。コメントとかちゃんと見てるんで、ぜひ皆さんがこう気になってることとか、まあ、これについてどう思いますみたいなのもぜひぜひ、お待ちしております。ということで今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。